ベーカー軍はアメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つ。軍の名称は南北戦争におけるボールズブラフの戦いで殺されたオレゴン州。選出上院議員のエドワード・ディッキンソン・ベーカーの名に由来する。ワスコ軍東部から分離して成立した。その後、1864年にユニオン軍、1887年にマルヒワ軍がベーカー軍から分軍した。 2000年における軍の人口は16,741人。軍庁所在地はベーカーシティ。この地域で最初に交流した産業は、近郊採掘であった。このため多くの移民が定住し、一時にはアメリカ合衆国北西部で最大の参勤地域になるほどであった。近郊が枯渇すると、農業、牧畜、伐木が主要産業に変わった。 1990年代に入ると観光が地域経済に貢献した。ベーカー郡の名所にイーグルキャップ自然保護区域、ヘルズキャニオン国立レクリエーション地域、アンソニーレックススキー場などがある。また、1993年には国立歴史オレゴン街道インタープレティブセンターがオープンし、以来多くの観光客を集めている。ベーカーシティにある ベーカー軍庁舎アメリカ合衆国東部からオレゴン定住を目指してやってきた最初のグループはウィラメット渓谷へ進む途中現在のベーカー軍にあたる地域を訪れたが一息つく程度しか滞在せずこの地に眠る富には気づかなかったフラッグスタッフヒルと呼ばれるベーカー式近郊の場所では移民によって残された15マイルにも及ぶ入馬社の輪立ちを今日でも見ることができる 1845年、スティーブン・ミイクが、オレゴン街道を行く移民者たちに雇われ、ウィラメット渓谷への近道を案内した。一行は、現在のベーカー軍を横断したが、食料や水の不足に苦しんだ。伝えられるところでは、彼らは近海に足をつまずいており、これが、ブルーバケットマインの伝説につながった。彼らが切り開いたニュマシャドウは、ミイクカットオフとして知られ、後に、 オレゴン街道の一部として重要な機能を果たすようになった。1861年、ベーカー軍で金が発見され、アメリカが州国北西部では最大級の参勤地帯になった。翌年の9月22日、州議会はワスコ軍東部に分軍させる形でベーカー軍を発足。その後、ユニオン軍とマルヒュア軍がベーカー軍から切り離されて発足した。 宗教が最後に調整されたのは1901年で、この年にパウダー川とワロワ山脈の間の地域がベーカー軍に返還された。当初、軍長はオーバーンに置かれた。一時期は5000人の人口を持つ採掘長として栄えたオーバーンだが、金が採掘し尽くされると人口は減少をたどるようになった。軍民は1868年に投票を開き、 ベーカーシティを新しい軍庁所在地に選定した。1914年、オスワルド・ウェスト知事の部下だったファン・ホップズは知事代理としてベーカー軍のカッパーフィールド氏に戒厳令を布告した。オレゴン州における南北戦争後初めての戒厳令であった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、ベーカー軍の総面積7999平方キロメートルのうち、 7946平方キロメートルが陸地、53平方キロメートルが水地である。軍の面積の30%が森林地帯である。ありがとうございます。